なかなか様になってるじゃねえの、ヨシ。ありがとうございます。ア部部長はさすがの着こなしですね。当然だろ。なんなら、服に合う小物を見繕ってやろうかそうですね。お願いします。やけに素直じゃねえか。こういう時のア部部長は、頼りになると分かってるん こういう時もだろうが。後で見てやるから期待しておけ。